はい、どうも高尾です。今回はついに JR プロポ新型ジャイロが側の発表がね、されたのでちょっと見てみたいと思います。はい、まず側ですね。双葉の CGY と違って、JR プロポの受信機のデザインを流用したと思われる透明な樹脂、そして動作の、LED が、うっすら青がね下から映るというタイプのものになっています。まず入力の方をねちょっと見てみたいと思います。はい、では矢印のところをね、注目してください。まずこの C1、C2、C3、これはスワッシュプレートの C だということだと、認識しております。これによって、まず、普通のジャイロの設計からすると、1番目のエレベーターが C1 で次に時計回りで、次に C2そして C3 になるのではないかとちょっと予想しております。はい、続きまして、ラダーの、チャンネルが4番目に来ると思います。そしてその隣が、スロットルチャンネルということになって、これも一般的なジャイロの並びだと思われます。はい、続きまして AX1、AX2 というのがね、これは自由な拡張チャンネルだと思います。グロースターターの、拡張とか、スケール機ですと、足をね格納する用の、ものではないでしょうか。汎用的なチャンネルだと思います。はい、続きまして ROT というのがね、これはちょっとわからないんですけど、双葉の CGY でいうパッドチャンネル、制定するための機器をつけるチャンネルかなと思われます。これがね RPM の回転ともちょっとねわからないんですけど、これだけはちょっとね、情報がなくてわからない状態です。はい、続きましてこのパワーインっていうのがね、あると思います。これは、見てもらう通り、太い線がね、つながってます。これね本当に、各ジャイロにね、お願いしたいところだったんですけど、これが完全な具現化されてます。これだと、バッテリー直結とかがね、やるとき高効率でねできますんで、これを使うことによって、電力線の、不安というのがねちょっとかなり少なくなると思いますんで、これはかなり評価、したいところなんですけど、電動機の場合は基本ベック、スピードコントロールの中の、ベックから、取る方がほとんどだと思うんですけど、その時はちょっとねこの電線が邪魔になるかもしれないという感じです。はい、じゃあ続きましてセンス、モーディという感じですけどね、これねちょっとJR 系の、意味をねちょっと忘れてしまってるんですけど、これは何だったっけな。これねちょっと、JR 系で詳しい方、いたらちょっと教えてください。これ何だったかな、記憶の彼方にどっかにあると思うんですけど、ちょっと記憶が曖昧です。はい、そして最後の、差し込みのところです。スイッチ、電子スイッチですね、電子スイッチのリモコン部分を、取り付けるところになります。これは、昔から、JR 系の、
新しいこの X パス受信機には搭載しているモデルもありました。これを使うことによって、微電流だけでオフができるという状態ですね。これを使うことによって、まあ機械的にもしスイッチが壊れたとしても常時オンになるというねシステム、これはまあ最近の電子スイッチなんですけど、電子スイッチっていうのは結構容量がまあいいとこ10アンペアまでしか耐えられないというのもありますが、これはあくまでもジャイロの起動用のやつですので、そういう、電流の許容容量っていうのはもう、ジャイロ本体についてる電線に、供給されるということで、まあ、心配はないんじゃないかなと思ってます。はい、この JR プロポのトリニティ、いやーこれね意外なほど早く側ができたなという感じでした。去年の、11月に、開催された、オフミの時にね、拝見したやつはもう完全にね基板のプロポが、プロトタイプが載ってるだけということで、この写真に載ってるやつとは全く別物の形になってました。まあもちろん基本設計の方はね同じだとは思うんですけど、まあ回路形成で基板作るのってこんなに早いもんかなというのがね、思うことでした。やはり、ジャイロはパイロットで、必ずテストを繰り返してやらなきゃいけないソフトウェアの方が、まあ、最重要になりますんで、まあ、正直電子の方はまあいろいろ簡単に作れるんではないかと自分はねちょっと予想してますけど、やはりこのソフト作りっていうのが一番難しいところではないでしょうか。いやー発売時期がねこれなら結構早くできるんじゃないでしょうか。あとちょっとね、思うところがありまして、こちらの矢印のところは、まあ、USB には見えなくて、この JR プロポ系のエクストラアンテナだと思われます。これが RPM センサーではないと思うんですけど、この、SENC センス、これ確かね世に言う S バス相当で、こちらにテレメトリーシステムをね確かねつなげたと思います。でいろいろ、Facebook に載ってまして、まあ関係者の方にね、質問してみたんですけど、まあ X バス系だったら昔の送信機でも使えるんじゃないかという内容です。これを見る限り、まだ、プロポで設定するという情報まではね、まだも手に入れてないんですけど、まあ、絶対、最新の、エリートとかああいうやつは Android 系ですので、そういう設定するソフトウェアを組めば、無線遠隔で設定できるんじゃないかなと予想しています。まあ飛びの方はね、まあ概要欄に貼っときますけど、ニック・マクウェルの方がね、当ねクラブ飛行時でぶっ飛んでる映像ありますんでね、それ見てもらえば、まあ飛びの方は正直いいんじゃないかと思ってます。
うわすごい。トゥースモールじゃない。やばい。